今回の録音のシステムを簡単にご説明しますと、向こうでマイクをセッティングします。でそれが、ここに立ち上がってきます。普段は、そのまま SSL に立ち上げてやるんですけども、今回は楽器ごとにヘッドアンプを分けてますので、ここからダイレクトに、ピアノは、M1、パーカッションは、ADT、パーカッションのカホンとか、そういうものはニーブの1073という形で、ヘッドアンプを分けて、それでここで、音量レベル、音を作ったものを SSL のフェーダーの、ラインインというか、これ間は何だ、インサートに入れて、そこで最終的にもう一度音を作ったもので、ここで2チャンでダイレクトにミックスします。で2チャンでできたものの出力を今回は5台の DAW に録音しないといけないので、分配しないといけないということで、このステレオの2ミックスバスを、ここにあります、これ分配アンプですね、バッファーアンプですね、これを通してそれぞれのレベルを合わせて、プロトゥールスの位置が、今回は 44.1 16ビット、 CD フォーマットで、もう一つは、192K24ビットで、 PC もこの、プロトゥールスの2つの、DAW は、コンプリートで全部それで撮ってます。それでここに、3台のピラミックスプラスハピーがあるんですけども、これは基本的に384の 32bit、DSD の 5.6、DSD の 11.2 という形がベースで撮ってます。ただ今回ですね、分解のビットレンジを書いた時にどうなるかとか、分解のは同じで、FS ですね、それを書いた場合にどうなるかということもやりたかったので、ファイルによっては、PCM、バブにして、9624、192K24、38424、または、分解能だけを見たかったので 192K16ビット、 192K24ビット、 192K32ビットという形で、あともう一つですね、DSD の 2.8 と、5.6 と11.2 でどういうふうに音が違うかってことをやりたかったので、そういうファイルによっては、このモードを、変えて録音したという、システムでございます。今回の、ADDA のハピーですけども、1台、2台、3台ですね。あと、本体、コンピューター、ピラミックスですけども、1台、2台、3台という形で、全部で5台の DAW はプロデュース入れて5台の DAW は集めてます。はい、はい、ですね。それでそれをこの辺からこういうふうに。メインマイクがノイマンの U67 といって真空管式のマイクをステレオで撮ってます。普通はソロ楽器だとワンポイントでモノで撮るんですけど、こういう日本のマイクで撮ると、この日本のマイクの間に虚像のセンターができまして、それが全体的な音の柔らかさを表現しますので、それをうまく使いつつメインでこれを撮ってると。それで倍音を伸ばすために、これは100キロまで撮れるパーカッションと同じなんですけども、3件の、100系のマイクなんですけども、それを、補助的に使ってます。で、バランスとしては、メインが7ぐらいで、これが3もしくは8、2ぐらいのバランスで撮ってるんですけど、それぐらいの割合でもこれを入れると随分音色が変わりますよね。全然変わります、変わりますね。非常にこう高い方が伸びているのに低い方が太くなるというような、非常にこう面白い感じですよね。不思議です。でもアコースティックにはすごくいいアンビエントの
マイクかなというふうに感じてます。実際はこの、メインがショップスの CMC の521というマイクです。これはあの高い方がとても伸びていて素直なマイクなんで、これで全体の、ピアノの音色を作ってます。ただあのどうしてもマミちゃんのピアノってあの低い方の音もすごいこう表現力が豊かなので、これはあの BK の4011という単一指向性マイクなんですけど、それを思いっきりオンに入れて、このなんか低音のこの弦の響きみたいな感じも、これで取れればいいかなという形で狙ってます。で基本はこの4本のマイクなんですけど、この全体をつなぐこう柔らかい感じの音なんですけど、これはあの BK の無指向性マイクなんですけども、 BK の4006というのを間に入れてます。でこれはあの上げすぎると全体的にちょっとこもるんですけど、これがないと全体的になんかピアノが細い線みたいになってしまうので、これをうまくバランスをとって全体の響きを美しくすると、そんなイメージでこのマイクを作ってます、立ててます。パーカッションの石川さんです。よろしくお願いします。それであの楽器なんですけども、いつもこうライブ用に組んでいただいてるんですけど、下がこれは楽器っていうのは何ていうんですか。これはミニティンバレスっていう楽器なんですけれども、ちょっと使い方が変わってまして、低めのレンジの音が出る、ちょっと音を出してもらっていいですか。皮が張ってあります。こんな感じですね、はい、ありがとうございます。それであのマイクなんですけど、今みたいなあの低いうねりみたいなのを取るために三軒の C の41で割とオンで取ってます。それでさらにこちらに来るんですけど、これは楽器はこれはジャンベですね。ジャンベですね。ちょっと音もらっていいですか。はい、あの特にさらにこう低い音なので、これを取るために三軒の新しいんですけど、これ C の51っていうマイクなんですけど、トランスレスで 2way なんですけども、それを上と下と2本、で、低域も取ってます。これで全体 の、 あの、ダイナミックレンジ、Dレンジも取ってます。それと、高い方なんですけど、 これちょっと音もらっていいですかね。ベルトリーとか、こういうあの金物って言うんですけど、それはあの割とシャープに撮りたいので、赤毛の C の451をステレオで撮ってます。それと今回全体のパーカッション全体のアンビエントというので、三軒の C の100ですね、100キロまで撮れるというマイクで全体の帯域をカバーしてます。デファクトそうです、ね、デファクト通りなんですよ。だからそれをあえてここはこういうふうにしたい、あの皮のなんか響きみたいなのがなんかリアルに取れればいいなという目標を設定しました。